今日の倉庫コレクションです。今日はですね、アサヒビールの重機ですね。以前キリンビールの重機をご紹介して、うち両親が戦前ミルクホールをやっていたんです。それがメガミュージアムができた時に再現したいと、その時、これも使おうかなと思っております。このアサヒのね、こういう何つんだろう、何彫りっていうのかちょっと僕はよく分かんないんだけど、本当にしっかり作られていますよね。そして鏡にはアサヒビールって入っています。このコップですね、これもロゴマークが入っていて、なんかこれでビール飲んだら美味しいと思います。ちょっとここになんかこう偉そうな強そうな人がいるんですけど、これはですね、補欠需要体素っていう、体素っていう、補欠だからこう強くなる、元気になる、僕がCM に出てるセサミンみたいなもんですよね。でも大体明治ぐらいに作られたものです。それからこのポスターも明治時代のポスターですね。大日本ビール株式会社って書いてありますよね。そしてこの時代はですね、このビールがですね、恵比寿ビール、そして札幌ビール、アサヒビール、もう一緒だったんですよね。なんかいい感じですよね。このポスターも僕は大好きで、コレクションたくさんして、これもこう時代をなんか物語ってるというか、いつかミルクホールを作った時にはこういう重機を置いて、こういうポスターを置いてですね、その時代を表現しようと思っています。今日はアサヒビールの重機をご紹介しました。